きっといい。るきくんは自分の見せ方をちゃんと研究しててすっごいかっこいいんですよね。練習中に髪かき上げる仕草が僕の推しポイントです。僕もるきくんみたいにもっとかっこよくなりたい。僕今から手品するんで。できんの手品？まずじゃあポッケ見てください。何もないですよ、ね、何もない、はい、いきますよ、うん、うわすげえ。手品できるようになったの？はい、できます。もう一回いきますよ、うん、はい、ポッケ見てください。すげえ。ほらマジだ、はい、今日もアクセかっこいい。よろしくね、今度の誕生日。ルキ君いつも私服でアクセつけてるじゃないですか、うん、それが本当にかっこよくて、うん、いや嬉しい。だから今度僕の誕生日の時にお願いします、うん、なるほどね。そうこれはね、メンバーに向けて伝えてみよう。